再生可能エネルギーなどで連携するドイツのビュスト州首相が県内を訪れています。今朝県庁を訪れたのはドイツ最大の経済州ノルトラインベストファーレン州のヘンドリック・ビュスト州首相です。この州と福島県は2014年から再生可能エネルギー分野などで連携しています。内堀知事はビュスト州首相に会津塗りのシャンパングラスを贈り、福島での経験をドイツで発信していただくことを期待していますと述べました。今回はドイツの企業団も参加していて、相馬市などを訪れ水素エネルギーなどの研究開発を行う企業や復興状況などを視察します。